アメリカ哲学協会はアメリカ合衆国の自然科学と人文科学に関する学術団体である。1743年にフィラデルフィアで設立されたアメリカ初の学術団体とされ、長きにわたりアメリカの文化的知的生活において重要な役割を果たしてきた。研究助成金、学術雑誌の発行、アメリカ哲学協会の博物館や図書館、 定期的な会合などを通じて、同協会は自然科学と人文科学の様々な分野の発展に貢献している。独立記念館のすぐ東側にある哲学会館は長らく同協会の本部として使用され、現在は博物館となっている。1965年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。1743年、ベンジャミン・フランクリン。 ジェームズ・アレクサンダー、フランシス・ホプ・キンソン、ジョン・バートラム、フィリップ・シンラによって、それまでの相互研さクラブ、順途から派生して、哲学協会が設立された。図書館初期のメンバーには、ジョン・ディキンソン、ジョージ・ワシントン、ジョン・アダムス、トーマス・ジェファーソン、アレクサンダー・ハミルトン、ジェームズ・マク・ヘンリー、トマス・ペイン、デイビット・リッテンハウス、ニコラス・ビドル、オーウェン・ビドル、ベンジャミン・ラッシュ、 ジェームズ・マディソン、マイケル・ヒレガス、ジョン・マーシャル、ジョン・アンドリュースなどがいた。当時の知識人の集まりは、世界中から会員を募集するのが一般的だった。同協会も、プロイセンのアレクサンダー・フォン・フンボルトや、フリードリヒ・ビル・ヘルム・フォン・シュトイベン、フランスのラファイエット、リトアニアのタデウシュ・コシチュシコ、ロシアのエカテリーナ・ダアーシコワなど、アメリカ国外からも会員を募っていった。 1746年に活動を停止したが、1767年に復活した。1769年1月2日に、アメリカ有用知識促進協会と統合し、有用知識促進のために、フィラデルフィアで開催されたアメリカ哲学協会となった。初代会長にはフランクリンが選ばれた。この時期に常設のアメリカ改善委員会を設置した。 この委員会の初期の目的の一つには、チェサピーク湾とデラウェア川を結ぶ運河の見通しの調査があった。チェサピークデラウェア運河は、トーマス・ギルピンにより計画され、1820年代に建設された。図書館に隣接するトーマス・ジェファーソン・ガーデンアメリカ合衆国の独立後、同協会は、アメリカ独立宣言の署名者の一人である、フランシス・ホップキンソンに指導を仰いだ。 ホップ・キンソンのつてで、ペンシルバニア州政府から土地の提供を受け、フィラデルフィアに哲学会館が建てられた。これまでに、チャールズ・ダーウィン、ロバート・フロスト、ルイ・パスツール、エリザベス・キャボット・アガシー、ジョン・ジェームズ・オー・デューボン、ライナ・スポーリング、マーガレット・ミード、マリア・ミッチェル、トーマス・エジソンなどが会員となった。2005年現在の会員数は920名で、 その内訳は772名の国内会員と20数カ国の148名の外国人会員である。APS の最初の役員や貢献者には新シシナティ協会の会員が多く、APS と総クは今でも非公式な同僚関係を保っている。1786年に公開術、天文学、自然哲学の業績を称える賞であるマゼランプレミアムを創設した。 この賞はアメリカの機関が授与する科学賞としては最も古い。その他に文化史部門のバールズン賞、ジャドソン・ダ・ランド臨床研究賞、ベンジャミン・フランクリンメダル、神経生物学部門のカール・スペンサー・ラシュレー賞、ルイス賞、芸術、人文、社会科学分野での優れた業績を称えるトーマス・ジェファーソンメダルなどを授与している。APS は1771年から トランザクションズ・オブ・ザ・アメリカン・フィロソフィカル・ソサエティを毎年5号発行している。1938年からは、プロシーリングス・オブ・ザ・アメリカン・フィロソフィカル・ソサエティを発行し、年2回開催される学会で発表された論文を掲載している。APS は、ベンジャミン・フランクリン、ジョセフ・ヘンリー、ウィリアム・ペン、メリウェザー、ルイス、ウィリアム・クラークの論文集も出版した。 JN8 県は APS の本を400冊出版した。また、アメリカ合衆国憲法の起草者であるジョン・ディキンソンに関する膨大なアーカイブを保有している。国定歴史建造物の名番哲学会館は、フィラデルフィアの南5番街104番地、チェスナット通りとウォールナット通りの間の旧市庁舎のすぐ南側にある。 同協会の本部とするために1785年から1789年にかけて建設された。設計者はサミュエル・ボーンでフェデラル様式で設計された。1890年には図書室を拡張するために3階が増築されたが、インディペンデンス国立歴史公園を創設する際に建設当時の姿に復元するために、 1948年から1950年にかけて増設部分が撤去された。2001年にはアメリカ哲学協会博物館として一般公開され、歴史、芸術、科学の接点を探るテーマ別の展示が行われている。館内には APS が所蔵する美術品、科学機器、オリジナル原稿、希少本、自然史標本、あらゆる種類の珍品、 そして他の機関から対応された品が展示されている。図書館の閲覧室1789年から1790年にかけてフィラデルフィア図書館会社が ABS 本部の向かいに本社を建設した。1884年に LCP はその建物を売却し、1887年にドレクセルビルの拡張のために取り壊された。 ドレクセルビルが1950年代半ばに解体された後、APS は1958年にかつて LCP の建物があったのと同じ場所に図書館を建設した。そのファサードは LCP のものを再現した。APS は1854年から1855年にかけてチェスナット通り425から29番地に 建設された旧ファーマーズメカニクス銀行の建物を修復し、ベンジャミン・フランクリンホールとした。この建物は、ジョン・ M ・グリーズの設計により、イタリア様式で建てられた。現在は、会議や主要なイベントの会場として使用されている。ベンジャミン・フランクリンホールのすぐ西側、チェストナット通り431番地にある、コンスタンス・ C& エドガー・ P ・リチャードソンホールは、 アディソン・ハットンが設計し、1871年から1873年にかけてペンシルバニア生命保険年金会社ビルとして建設された。ここにはオフィスと科学、技術、医学士のコンソーシアムが入っている。ありがとうございます。